はい、どうも、ヒエレスです。どうも、カイノリスです。今日なんですけども、はい、今日はなんかダンクの情報があるんですか？あ、そうですね。はい。NBA の75周年記念モデルの、うん、まあ、ダンクの紹介と、はい、あと、エアフォースの紹介と、うん、最後に、ジョーダンブランドの、うん、エアジョーダン4のレッドサンダーの紹介したいんですけども、はい。このチャンネルではスニーカー、ファッションに関するリーク情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の動画を見てない方は、この機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。我々ツイッターとインスタグラムもやっておりますので、概要欄の方にリンクの方がありますので、気になる方はフォローの方よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい。はい。一気にね、出てきてます。色出てきてますよね。はい。今から紹介するのは、ナイキの方から公式写真がね、うん、出てきているものばかりなんですけど、はい、まあ、発売が近いものが結構多いので、うん、まあ、ご紹介したいなと思うんですけど、はい。はい。がですね、リークで、NBA の75周年記念を祝うような、ダンクが出てきてるっていうのはさせてもらってたんですけど、はい。一挙に、ナイキの公式写真が出てきてるともにですね、はい、10月の8日のね、発売できてるんですよね。あ、はい、そうなんですね。ちょっと紹介していきたいんですけど、はい、まずは僕らが一番欲しいナイキダンクローになるんですけど、うん、まあ、シカゴのから落とし込んでるような、うん、ナイキダンクローで、うん、NBA 75周年記念モデルの、まあ、シカゴっていう、一応通称がついてるんですけど、はい、はい、これ欲しいっすよね。いいですよね、はい。はい。で、ちょっと写真これ見てもらいたいんですけど、うん、まあ、以前にお話してた通り、シュータンの部分に、ルンティフィフスっていうね、アニバーサリーで入ってる、まあ、シューターのデザインで、うん、で、シューレースのとこ見てもらうと、以前にお話してるんですけど、うん、ダイヤモンドカットのような、まあ、アクセサリーがついてるんですけど、はい。はい、まあ、これは一応75周年を祝ってっていうふうなことも書いてたんですけど、はい。はい、よく見てもらうと、脂肪が結構使われてるんですよね、これね。あ、そうですね。はい。このナイキダンクローのシカゴのカラー落とし込んでるものは、一番欲しいですけどね。はい、まあ、これが10月8日の発売の情報で来てるんですけど、はい、この後紹介するものも全部10月8日で来てるので、その次に紹介したいものが同じくナイキダンクローで、うん、これニックスのから落とし込んでるものなんですけど、はい、はい、これもナイキの方から公式写真ができてまして、一応10月8日の発売という、まあ、情報で来てるんですけど、先ほど、シカゴと同様ですね、シュータンの部分が、まあ、75周年記念モデルのシュータンになってまして、はい、はい、でシューレースの先にですね、先ほど言った、まあ、ダイヤモンドカットの、まあ、アクセサリーがついてるモデルになるんですけど、うん、はい、まあ、これもかっこいいですけどね。面白いカラーリングですよね。はい、そうなんですよ。はい。で、はい、もう一足、ブルックリンネッツのカラー落とし込んで、まあ、これに関してはもうかかとの部分にね、ラインも施されてるんですけど、うん、これも10月8日の発売の情報で来てまして、ないから公式ラインができるんですけど、はい。はい、こういった形で来てましたね。はい。うん、これも、シューター部分が先ほど言った通りと同じデザインで、またこのダイヤモンドカットのアクセサリーがついてるんですけど、はい。まあ、ナイキダンクローでメンズサイズでの発売の情報が来てるのは今のこの3つで、はい、3つともね、まあ、以前からリークで話してる通り、10月8日じゃないかって言ってたんですけど、はい、おそらく10月8日で、まあ、このタイミングでナイキの方の公式写真が出てきてるので、発売されると思うんですけど、はい、ちなみにね、僕これ紹介した順番っていうのは、自分が欲しい順番で話しますね。ああ、そうなんですか、ね。はい。一番欲しいのはやっぱりシカゴのカラー。これ、いいっすよね、これね。僕ね、やっぱり僕もシカゴが一番欲しい、ね。ですよね。はい。まあ、10月8日の発売の予定が出てきているので、うん、日本のスニーカーズにいつ頃発売されるのかちょっと気になるところなんですけど、はい、はい、僕ね2番目に欲しいのは実はこのブルックリンネッツがね欲しいですね、はい、かっこいいですけどね、かっこいいですよね、はい、どれかね、このまあ記念モデル75周年の記念モデルのナイキダンクローね、うん、どれか一つ変えたらいいなと思うんですけど、スニーカーズにも来てほしいですね。あ、そうですね、特別なページがもしかしたら出てくるかもしれないですね。そうですね、はい、はい、でこれに続いてですね、うん、同じくまた、NBA の75周年を見合うようなモデルですね、はい、エアホースが出てきてるんですよね。エアホースバーのハイが出てきてるんですけど、はい、はい、今見てもらってるのはこれナイキの公式写真になりまして、うん、またこれもね、ちょっとシカゴを落とし込んでるようなエアホースバーのハイになるんですけど、そうですね、はい、でもね、ナイキダンクロー同様ですね、集団のとこ見てもらいたいんですけど、75周年のまたこの記念してるね、うん、デザインになってまして、でシューレースの部分にこのダイヤモンドカットのアクセサリーがついてるんですよね、うん、ちょっと加えることがあるとすれば、ホースワンのこのストラップがですね、よく見ると脂肪狩りになってるんですよね。あ、そうです、ね、はい、脂肪狩りすることによってちょっと高級感出るかなと思うんですけど、はい、これね、持ってる方の動向で実物のとこ今までなかったんで、うん、ナイキから出てきたこの公式写真で実はこれ初めて見たんですけど、はいはいはい、はい、でこれ以外にもう一足出てきてまして、うん、ちょっと見てもらえたんですけど、イヤホースワンハイで、先ほどのシカゴのデザインにすごく似てるんですけど、カラーはねホワイトロイヤルっていうカラーで、うん、ホワイトとブルーのカラーで、こういったエアホースが出てきるんですけどね。はい。はい、これも、先ほど言った通り、75周年を、まあ、NBA を祝うね、シューターのデザインになってまして、はい、で、シューレースの部分に、またこのダイヤモンドカットがついてるんですけど、はい、まあ、これが一番使いやすそうかなと思ったりもするんですけどね。はい。
あとローカットの方もあるんですか？あ、そうですね、はい。はい。見てもらいたいんですけど、エアフォースの方で、またこれ、NBA の75周年を祝う、ね、モデルが出てきてるんですけど、はい、これで、ね、海外のスニーカー系サイトには書いてはなかったんですけど、はい、この使われてるカラーブロッキングから、うん、トロントラプターズのカラーを落とし込んでるような、もうオマージュじゃないかなって思われるような、エアフォースワンかなってちょっと僕は思ってるんですよ、ね。なるほど、なるほど。はい。これもね、先ほど紹介したハイドおようですね、うん、集団の部分がこの75周年のデザインになってまして、はい、また、シューレースの部分にこのダイヤモンドカットのアクセサリーがね、ついてるっていうことなんですけど、はい、僕、ローに関してはこれちょっといいなと思ってますね。これはローのね、かかとの部分なんですけども、はい、スーツが2つ入ってるんですね。そうなんですよね。ダブルデザインとは言わないんですけど、うん、重なってるかのような感じのデザインになってるんですよね。そうなんですよね。はい、で、これに続いて、次紹介したいのは、うん、ほんとそのままレイカーズと言いますか、レイカーズのマークが入ってるんですけど、はい、エアフォースワンローで、これまたこのレイカーズという通称名前ついてるモデルで出てきてるんですよね。はい。はい、カラーが、まあ一応紫を基調にしてるようなカラーになってるんですけど、これもね、NBA の75周年の、まあ、デザインがまた集団に入ってまして、うん、で、ダイヤモンドカットの、まあ、アクセサリーがまたついてるということなんですけど、うん、先ほど紹介したトロントラプターズ風もね、エアフォースワンのかかととは違って、今回のレイカーズに関しては、レイカーズのマークのデザインが入ってるようなかかとのデザインになってるんですけど、これ以外に NBA の、チームのカードを落とし込んでるようなブレザーとか出てきてるんですけど、それに関してはね、75周年記念モデルを彷彿させるような集団のデザインになってなかったので、はい、今回ちょっと省かしてもらってるんですけど、ここでナイキダンクローとエアフォースハイとエアフォースワンローを紹介させてもらってたんですけど、はい、まあ、ナイキダンクローのシカゴが一番やっぱ欲しいかなっていう感じですかね。そうですね。やっぱそれが一番、はい。これが一番やっぱ人気出るんじゃないですか。あ、はい。やっぱり人気も出そうですよね、はい、カラーリング的にね。はい。まあ、これが発売日10月の8日ということで、まあ、発売情報とかね。そうですね。抽選情報っていうのも今後出てくるのかなというところなので、はい、また情報が出てきたタイミングで動画の方でお伝えしていきたいなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい。はい、じゃあ、続いてなんですけども、ナイキダンクハイのイエローアシッドウォッシュ、ね。あ、そうですね、はい。はい。1985年のナイキダンクハイを、なんですかね、まあ、忠実に再現してるじゃないですけど、うん、まあ、ラストの方がちょっと狭いんで、僕ら以前に話してるんですけど、うん、これ買うときはマイサイズプラス1センチ以上の方がいいかなっていう話させてもらってたんですけど、はいはい、で、リークで以前から、もうすでに発売されているレッドアシッドウォッシュと、ブラック&ホワイトアシッドウォッシュのね、うん、カラー以外に、イエローのカラーのものが存在するというのはさせてもらってたんですけど、はい、それプラス違うカラーと共にですね、うん、ナイキの方の公式写真ができてまして、はい。はい、まずは、以前リークで紹介した、イエローのアシッドウォッシュのが出てきてるんですけど、うん、はい。まあ、これが以上ナイキの公式写真で、発売が一応9月ってね、以前古いリークでお話してたんですけど、うん、まあ、9月だったら、日数が ね、そんなにないので、まあ、で一応公式写真が出てきてるので、発売は近いと思うんですけど、そうですね。はい、で前回同様に、やっぱり箱も、この1985年の、まあ、レッドアシッドウォッシュ、まあ、フィアレス変えてるんですけど、はい。はい、まあ、この箱が使われてるということで、出てきましたね、うん。はい。で、これプラスちょっとびっくりしたのが、今まで持ってる方の動画がなかったんで、はい、今回ナイキが出てきた公式写真で初めて知ったんですけど、はい、このね、オレンジのカラーも着てるんですよね。うん、そうなんですよね。はい。オレンジと水色を足したようなカラーのアシッドウォッシュが着てまして、これ一応オレンジアシッドウォッシュっていう名前ついてるんですけど、はい、元ネタはもしかしたらこれ、ナイキダンクハイのシラキュースかなってちょっと思ってるんですけどね。はい、まあ、こういった風に2つともね、ナイキの公式写真が出てきてるので、はい、発売がまあ、すごく近いんじゃないかなと思うんですけどね。そうですね。はい。今のところね、この2つ見てですね、今のところ狙うかどうかっていうのはちょっと決めかねてますね。あ、そうなんですよ。はい。まあ、僕も持ってるんでね。あ、そうですね。レッドのやつをね。はい。あの、今回これ購入されたら、ちょっとさ、気にして、ちょっとサイズアップすることを検討してちょっと買った方がいいのかな、ね、はい。僕らもね、過去の動画で、一応これの検証みたいなのもしているので、そうです、ね。まだ参考にしてもらえればなと思うんですけど。はい。はい、続いてなんですけども、あの、エアージョーダン4のレッドサンダー。あ、そうですね。はい。以前、サンダーって言われるカラーで、うん、エアージョーダン4が発売されてるんですけど、はい、そのサンダーのカラーの、イエローの部分を、まあ、レッドに、まあ、置換してるようなモデルで、うん、今後発売されるんじゃないかというのをさせてもらってたんですけど、うん、今のところね、10月2日の発売予定で、ナイキの公式写真ができてまして、こんな感じでできてるんですよね。はい。で、かかとの部分見てもらいたいんですけど、ジャンプマンロゴのカラーが、まあ、グレーになってるんですけど、うん、はい。こういったもので、ナイキの公式写真ができてまして、うん、
一応10月2日の発売予定っていうふうに以前リークで話させてもらってたんですけど、うん、新たな海外のスニーカー系サイトの情報をどこも言ってたんですけど、うん、これ12月に遅延するんじゃないかって言ってましたね。あ、そうなんです。その理由については書いてなかったんですけど、うん、ただナイキの方から公式写真がこういったタイミングで出てきてるので、やっぱり発売が近いんじゃないかなと思うんですけど、うん、このサイトも言ってたんですけど、うん、これ12月に遅延するかもしれないという書いてましたけど、あ、そうなんですね。はい、まあ、このエア上の方かっこいいっすよね。かっこいいですね。はい、僕らブラックスタイルが多いので合いそうだなってちょっと思うんですけど、はい、まあ、これについてまた発売の情報が分かれば、はい、はい、こちらご紹介したいなと思うんですけど、はい、はい、まあ、あの今日冒頭で紹介したあのナイキダンクローだったりとかナイキエアフォースなんですけども、はい、まあ、あの NBA の75周年記念ということ で、ね、まあ、10月の8日に、まあ、一斉に発売されるということなんですけども、はい、まあ、発売方法というのはまだはっきりとね、あ、そうなんですね、できてないので、まあ、はい、あのナイキドットコムなのかスニーカーズなのか、はい、そのあたりもまだ全然出てきてないので、また情報の方がね、はい、出てきましたらこちらの方で紹介していきたいなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは本日は以上となります。フィアレスでした。カイブレスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I text at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had. That Parker's can't listen.